勉強できる人できない人ってやっぱいると思うんですけど、でも僕その努力は足らないから勉強できんって僕散々言われてきて、ほんと未だに言われたりもするんですけど、お前のあれが足らんけとかも言われたりしますけど、でもね衝撃だったこれ見て、やっぱできないことはあるんだと思う。しかもねあれなんですよ、この方脳科学者の方なんですけど、遺伝で決まるとか言ってるんですよ。だからもうすでに遺伝である程度の成績が決まるともおっしゃってて、だから努力が足りないから勉強ができてないっていうのは確かにそういう人もいるかもしれないけど、そんなことはないっていう、絶対に。だから勉強ができないからってね劣等感を感じる必要もないとは僕はここでね知りましたね。これでじゃあどうするかってねじゃあ今の世の中の中でどうやって今現状勉強ができない人間が飯を食っていけるかって言ったら、僕全然できてないですし、僕も未だにさいろんな試行錯誤していろいろやろうと思ってますけど、自己分析をして、でその今まで自分が好きなこととかやってきたこととか嫌いなこととかをこうなんかさ見てみて、で俺はこれが大体得意とかいつもできてて、これはできないっていうのがどんな些細なことでもいいから、それを見てみたときに、僕は、僕の場合はあれなんですよ、こうなんか今悩み相談って言ってますけど、人の悩みを聞くことが今まで多かったなっていうのがあったから、それをやってみようかなって今いろいろやってるんですけど、分析しての売り出し方というか、それは勉強とかとは違うけれども、そういう部分でやらないと多分食っていくこと難しくなるんじゃないかなと思って、今もう俺必死こいてやってるんですけどね。皆さんもねこうもしさこう勉強できないとかさあったら、それはもしかしたらその向いてる向いてないは確実にあるのかもしれないです。それは努力でどうにかできる部分はあるよ、あるけれども、やっぱ僕も感じたことがあって、教科書読んで一発で入るやつと、俺みたいにそいつがたった5分で覚えられるものを僕は3時間かかるわけですよ。で3時間かかるから、その結果的に時間が追いつかないとかあったりとかして、これは僕はそれまでのさ積み重ねとかなんか覚えることのトレーニングとかによってその脳がね鍛えられてどうにかなるものって僕は思ってたんですよ。実はそんなことがない部分もあって、だから自分の強みが何かを知ることが大事なのかなと僕は思いました。